花尾弥郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾弥郎でございます。週刊ご無沙汰しております、金尾弥郎の音楽魂、今日もね楽しくやっていきましょう。おなじみ松下さん、こんにちは、よろしくお願いします。松下俊美さんですか。はい、そうです、はい、よろしくお願いいたします今日もね、桜田武さん、ありがとうね、よろしくお願いします。急遽ね、はい、来ていただきましたけどもですね、はい、こういうレギュラー人で もうね、本当にね、だんだんあちこちね、ガタが来るような年頃になりましたからね。なかなかね、声がちょっとなんか落ち着かないんでね、あれて、そうですか、うん、あれて、それでちょっとなんか飲み込むとね、ちょっと違和感があるんだよね。それやばいんじゃないですか。うん、ちょっとやばいかもしれない。いろいろ出てきますけどもですね。花粉の影響じゃなくて？いや、花粉とかなんないもん、俺だって田舎者だから。それは関係ない。都会の人だけになるんでしょ。九州のもんはね、花粉症とか。あ、突然なっちゃう。聞いたことない。あ、本当？うん、突然。いや、そうなの？という中ですね、はい、今日はね、冬の天気がいいですけどもですね、風が冷たい。日になってきましたけどもですね、こういう中おなじみのですね、お久しぶり会いますけどもですね、西浜哲夫さん、イエイ、こんにちは、どうもご無沙汰しております。何年ぶりでしょうか。そう、もうそうですね、2年ぶりぐらい、そんな感じですよね。当初ね、僕がもうこの番組始めた頃、お越しいただいてですね、それから何度か結構あの頃ね、ゴロゴロお邪魔させていただきましたが、いや、西浜さんはね、僕はあれですよ、これもう11年に今年なるんですけど、はい、番組始めて、それで東関東大震災のね、僕チャリティーをね、東日本、あ、ごめんなさい、東日本大震災の時のチャリティーをね、お花屋さんの前でやったことがあってね、その時にね、一番早くね、西山さんがね、快く引き受けていただいたのはね、未だに忘れませんけどもですね、本当にね、その頃からね、まあ、ギタードクターとしてね、どこのギターよ、今日はとか言われちゃった。今さっきほら、喉の話、あれしてたじゃないですか。あれ、首に、寝るときでも昼間でも、首を温めておくと治りますよ、多分。そうなんですか、うん、だから冷たい、空気が入っちゃうから、いつもあれになるんで、それでほとんど治る。そうなんですか、ね、だから他、例えば、僕、まあ、鼻風邪ひいてんだけど、はい、それでも、喉は平気だもん。そうなんですか、やっぱその鍛え方じゃないですか、僕、中途半端だからね、変にこう力が入ってたりするんですよ、歌い、普段ライブのとか。だから汗かくんですよ。西山さんに言われたんだけど、ちょっと抜いてみたらって、ね、抜き方わかんないんだよね。今日じっくりね、西山さんの歌を聴きながらね、ちょっと勉強させていただこうかなと思ってますけどもですね。いや、もう手抜きが多いで。いやいや。でも本当にね、お元気になられてね。本当助かりました。というかね、一時期、ちょっと、まあ、こういうお話しても大丈夫ですかね。はい、はい。癌でね。はい。あ、小腸、どこの癌でしたっけ、直腸です。直腸癌ですよね。それで、すごく僕も心配だったんだけども、本当に、先週のごぼう鈴木さんもそうですけど、不死鳥のごとくね、蘇って今もほとんど毎日ライブでしょ。まあそうですね。結構多いですね。大阪のね、西成の、はい、まあ、神様もね、前、出ていただきましたけども、あの辺で楽しそうに酒飲んでる写真見るとね温泉入ったらいいなとか思いますけどね。面白いですよ、もうねえ、でますますなんかお元気になられましたね。ねえ、水が合うんですか、西成あたりに。結構ね、気持ちいいですよ。面白い、楽しいですね、人たちがね。僕も横浜行った頃は、孤独師匠のね、はいはい、毎年、もう7年ぐらい孤独師匠の、コンサート出てましたけど、うん、あそこが通り道だったんで、あの辺でね、
こううろうろするのがいますよね。あの道路に寝てて引きそうになったこと、そうそう結構ね、それが知り合いだったりしてね、蛇とマングースとかのね戦いさせてんだから、そうそうそう、朝からそれで賭けしてんだから、あのまあそのそういうね、そう、あの地方からやっぱりあの労働者の方がね集まるようなところでね、まあいわゆるドヤ街というねとこなんだけども、やっぱそれはそれでね、なんかそこに人生を感じるんですよね。あのいろんな地方から来られるじゃない、あのでそういう夏祭りに出てたんだけど、うん、まあでも普通のとこですよ、そう、ね、うん、他の人がね、あの思うよりも中に入ってみると、うん、すごい、ね、ごくあれですよね、はい、なるほどね、西山さん、あの本当にお元気そうでね、何よりですけどね、今日お会いしたかったんですけども、今日のギターはあれ調整したあれですか、あそれはマーティン、これはそうですね、もう昔から使ってる、今あれでしょ、もういろんなギターをそのこう いじるのがもう西山さん楽しくてしょうがないでしょ、いやあのね、うん、あのやっぱり自分が惚れたギターじゃないとダメなんですよ、ああなるほどね、はい、だから何でもかんでも直すっていうわけではないんです、ほうほう、もちろんやり方あるからそれを教えて多少はできますけど、うん、本当に手かけるったらやっぱり自分の気に入ったことでないと、うんうん、なるほどね、仕事だったらわからないですけど、ええ、でも、うん、自分で触るのは自分の気に入ったギターでないと触れないですね、うーん、なるほどね、あの前いきなりね、僕のスタジオラジオ入る前にあのスタジオ来るなり僕のギターをこう弦緩めてすぐ削られましたけどいや弦をね自由にさした方がいいんだよ、金尾君とか言われて、あ納豆削ったんですか、いやもうね、そういう人はね初めて見ましたいやもうそれからね、いろいろね西山さんに会うたびにね、あのちょっとギターのどうしたらいい、ここがいいんですかねとかね、うん、ピンをちょっと切るといいとかね、そういう話とかもね、そうね、いろいろ聞きましたけど、ピンを切る、うん、うんうん、まあ5ミリ程度、まあそれ以上切ると、うん、ね、原子湿った時にポーン飛び出てくるから、ね、俺切りすぎてたトンポ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 ンだから5ミリだって言ったら、ね、あなるほどね、そういうことですね、だからあのやっぱりこうやってあのずっと歌いながら旅をねされてて、今日はもう今日でライブがあって、はい、東京の方です、今日は今日そう東京って川崎、川崎っていうかね唐木田って、唐木田、はい、はいはいはい、でそこで続き力っていうのとリオでやるんですが、あそうですか、はい、なんていうお店ですか、ね、カフェウェイっていう、カフェウェイ、うん、今度紹介しますよ、あ、はい、ぜひお願いします、はい、そうですか、じゃあ割と川崎から近いところですね、近いですね、うん、カフェウェイですね、これね、はい、西山哲夫さん、頑張っていただきたいと思いますが、今日生演奏ね、なんか早速行きますか、お、じゃあ一緒に、あ一緒にやりますか、ですか、はい、何にしましょうかね、まずこれ、これ今行きますか、行きますか、はい、はい、あ、いやこれあちょうど彼がなんか YouTube から撮ってきたというこんなもん流れてる、あ先にね、じゃ ご紹介しましょうか、あこれはね、うん、一言だけ、はいはい、ね、うん、京都の京子さんって方、京都の京子さん、京都の京子さん、京子さん、はい、はい、昨年末から西山哲夫さんが出演されると分かり、一、うん、日先週、うん、いえいえ一日満州の思い出、この日を楽しみにしておりました、はい、西山哲夫さんを知ったのは2017年12月8日に行われた、うん、京都山科のライブスタジオごっぱちさんでの三坂健太郎さんとのジョイントライブでした、覚えてる、はいはい、稲妻のようなギターに衝撃を受け、魂が癒される歌に魅了されて、うん、とても幸せな夜でした、うん、それ以来大ファンです、ブルースはもちろんのこと、私は特に西浜さんのテネシーワルツが大好きです、うん、また昭和歌謡もすごくいいんですよね、うん、今月の25日に京都第五の洋風居酒屋ヒゲさんでの西成スーパーバンドの皆さんとの超一流ライブ、うん、予約しましたよ、季節柄、ね、体調にはくれぐれも気をつけて京都へお越しやす、今からワクワクしてお待ちしてますね、あ京都の京子さん、京都の京子さん、すごいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあね早速ね、京都の、うん、
京子さんのねリクエストにお答えしますか、はい、テネシーワルツ、はい、いきましょうか。マイクセットしますね、はいはい、こんな感じで、はい、I remember the night and the beautyでしたでしょうかね。あの、京都の、京子さん、京子さんですね、リクエストにお答えしました西浜哲夫さん、テネシーワールズ。あ、これは素晴らしいですよね。もう、うん、どうでしょう、
ね、うん、まあ、いきなり川崎にルイ・アームストロングが来た。やっぱりね、もう僕やっぱりこうトム・ウェイツとかね、そういうのが昔から好きだったん で、ね、うん、西山さんのような声はねすごく憧れるんだけど、これずっとキープするの大変だと思うんですけども、いや、もともと子供の頃からこんなにぶっとくはないですそんな子供がいたらみんな避けるよね。いや、でもうちの子供が生まれた時にこんな声で泣きましたから。そうなんですか。あ、俺やっぱりそうなんだと自分でもう再確認したっていうか。なるほどね。素晴らしいなと思いますけどもですね、どうですかね、最近そのいろんな旅の中でいろんな思い出とかあると思いますけども、はい、最近 どういうなんかことは面白い話とかいろいろありましたか。大変だったこととかって。いや、もう気持ちのいい話ばかりで、温泉ばかり使ってるもんだから。温泉がね、僕も大好きなんですよ。もう銭湯とかも好きなんですけど。いや、下北半島ありますよね。はいはいはい、あそこに野源温泉っていうのがあるんですけど。へ、むちゃくちゃいい温泉ですよ。本当ですか。で、そこの、宿の、亭主と友達なんで。あ、そうなんですか。いつもね、北海道行くとき必ずそこに行くんですよ。で、そこから、そこにいて、泊まって、で、近くでライブやって、それから、大間から、北海道に行くんですけど、はいはいはい、毎度。ずっと、あれ、まあ、車ですよね。車ですね。ねえ、すごいですよね。大間まで車って。大間まで車、すごいですね。それも温泉で、ライブやって、その後、温泉で汗流してみたいな、はいはい、ずっと繰り返して。もうそこ24時間入れるんで。そうなんですか。はい、うわ、もう朝でも夜でも、行ったらもう1日3回くらい入りますけどね。ねえ。僕も本当大好きでね、いかがですか。理想じゃないですか、そういうのね。いや、でも旅慣れてるといえば慣れてるんだけども、それ大変なことですよね。でもほら、あるシステムがあって、それが分かると。ああ、そうなんですか。まずやるところがあると、その近くでどっかいい温泉をまず探して。なるほどね。だから大体、設備とかそういうことばっかりみんな言うじゃないですか。うん、それもいいから、もうお湯の質だけ狙って。あ、質ね。うん、それの気持ちのいいところで、施設がどんなに良くてもね。うん、あ、はい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 。傾いたような宿でもいいから。ああ、なるほどね。もうただの温泉とかいっぱいありますけどね。あ、旅人はただっていうね。じゃなくて、湯原温泉っていう、岡山県と鳥取県の境のところにあるんですよ。はい、で、そこのところ、いわゆる真庭燃料の元の、あれ、真庭ってところ。はいはいはい。で、そこの、ダムがあって、ダムの下に、うん、いわゆる、湧いてる温泉があって、で、町が管理してるんだけど、うん、そこで混浴で。混浴。混浴。しかも。しかも混浴なんですよ。で、混浴で、それでもう24時間入れる。ほう、うん、そうなんですか。だから夜の11時頃になるとね、うん、バスガイドさんとか。あ、そういうことですか。そう。あ、じゃあ11時ぐらいに行ったらちょうどいい感じになりますよね。とかね。あ、そういうことなんだ。そこまで、すごいね。そういうガイドブック出した方がいいんじゃないですか。いや、もう、いわゆる東の、あ、じゃあ西の横綱なんですよ。なるほど、ね。露天風呂では。あ、そうなんですか。いや、僕は知らないだけでね、あんまりその旅をしてないんで、あ、でも、今でも結構ありますよ。混浴のところ。そうなんですか。うん、はぁ。すごい狭いのに、もう混浴って。で、それもね、なんていうの、バスタオルつけちゃいけないの。いけない？いけないの。もう最高じゃないですか、それ。もう、女3人、男6人って、その2畳くらいのところの中に。入ったことあるけど。本当羨ましいな。女性はなかなか入りづらいだろうけどね。いや、結構いい女が入ってくるんですよ。本当？まあ、差別用語になるのかもしれない。いや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 。おって思うような人もない。はい。本当ですか？
うわー、これはいいな、朝から昼からちょっと一杯でもね、こう飲んだ感じでね、こうほんのりしたらっていうか、まあ、飲めるのかよくわかんないけど、でもあの五代五天皇が息に流されるときに、うん、そこに入った温泉、その頃から、その頃からですね、岩をねくり抜いて、そこから下からこうもく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 出てくる、湧いてるんですか、湧いてくるので、それもねそんなに熱くないんですよ、だから1時間でも1時間でも入ってられるわけ、なるほどね、はあ、もう温泉の談義で、もういや温泉はねいいですよね、もう大体そんな、まあ年齢は関係ないかもしれないけど、やっぱなんかね、疲れが取れるのもあるんだけど、すごいリフレッシュできるんですよね。そうですね。うん。お風呂っていうのは。で、銭湯がもう経営が大変で、どん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 なくなっていくじゃないですか。で、みんな内風呂でね、なかなか銭湯行かなくなってるんだけども、銭湯ぜひね、続けてほしいしね、いい銭湯、いい銭湯ありますよね。子供はね、無料だったりするとき、ところがあるんですよ、僕行って。これ、銭湯の電気風呂入るの大好きですけど。あれね。うん、エディ・バンさんもね、お風呂やっぱ好きで、そういう話してましたけども、何の音楽の話で、お風呂の話ばっかりして何やってんだみたいな。楽しい。ね、そういうね、感じで、まあ楽しく音楽をやって、ライブをやって、暖かくお湯に、暖かいお湯に入るというね、いいですよね、そういう。いいね、ということでね、お便り、なんか、ご紹介しましょう。はい、もう一番ね、はい。これはね、博多のミキさん。はい。いただきました。皆さん、こんにちは、うん。晴れて暖かい博多です。先週。暖かいのね、今日は。暖かいんですって。先週のごぼうさんのお話も貴重でしたね。うん、大病に関しても、うん、やはり絶対に治ってやるという心の姿勢も本当に大切なんだと再確認させてもらいました。うん、そして今週は久しぶりの西浜哲夫さんですね。お帰りなさい。はい、待ってました。はい、今日は忘れちゃいけない阪神、淡路大震災の日の翌日、うん、はいはい、這い上がり立ち上がる力強さを感じる西浜さんの歌声がまさに似合う放送になりました。個人的にも久しぶりなんで、今日もこの1時間を目いっぱい楽しみますね。リクエスト、はい、西浜さん、イカ様、うん、ステーションだけど何でも、イカ様ステーションね、イカ様だけど何でもステーション、はい、カナオさん、風の中で立て、はい、ああ立ちますか、ユーユー、はい、でも何でも OK です、はい、ありがとうございます。西浜さん、2月19日、うん、ケンちゃんで久しぶりにお会いできそうで嬉しいです。はい、あ、2月19日、BB ケンちゃん。ええ。ああ、そうですか。僕、古い友達なんですよ。あ、らしいですね。そうそうそう。あ、そうですか。うん、僕も、4月に行くんですよ。カウント！ 4 月の、21日。はい。あ、もう決まってます。まだ、うん、そこしか決めてないんだけど、はい、ちょっと今回、まあ、直方もやるけど、やらし、まあ、スケジュール合えば。上山土地先生の息子さんがやってるお店があるんで、そこ行った方がいいですよ。どこの？うん、福津かな。福津。うん。福津って。上山土地さんって。クッキングパパ。ああ、そうなんですか。あそこのライブハウスもいいですよ。そうなんですか。ケンちゃんも知ってるから、ケンちゃんにもう一回ちょっと取っといてくれって言えば、うん、あ、そうですか。3ヶ月くらい前に言わないとダメみたいな。あ、そうですよね。あ、そうでしたか、ね、楽しみですよね、西山さんも。今回ちょ、福岡の方はちょっと回るんですか。福岡、まあ、あの辺をちょっと回ってて、うん、2月ぐらい長崎とかそっちの方に行きますけど。あ、そうなんですか。佐賀とか。あ、そうですか。あと薩摩仙台の方まで。あ、はい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 。はい、仙台ね。はい、鹿児島のね。はい、はい、はいはいはい。そうですか。ね、素晴らしいですね。精力的にね。西山さん、楽しみですけどね。はい、ミキさん、どうもありがとうございます。はい。ということでね、じゃあ、これ読みながら今日リクエストに、ちょっとリクエストじゃなくても別にいいんですけども、西山さん、いかがですか？なんか、やりますか？イカ様ステーションだけど何でも。何でも。まあ、そうですか。それじゃあ、まあ。いつまでも友達っていうのを。いつまでも。はい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 。あ、はい。じゃあ、それで。はい。あ、しましょうか。はい。あ、失礼。ちょっとごめん。
ピンが飛んだ。本当だ。本当飛びましたね。これ生放送でね。これちょっとねしましょうか。いやこれ本当はねこれなくても大丈夫なんです。大丈夫なくらいに深く入れちゃったから。うんうんうん。いややっぱちゃんとした方がいいですよ。これびっくりした今。うん。本当なんかそういう音がしましたよね。西山さんとかね、なんかね、チューニングって、443らしいですよね。そうですね、ね、440だと、ちょっと気持ちが悪い感じになるんですか？というよりね、ぴったり合った時に、なんか、頭が飛ぶっていうか。へぇ、うん、そうなんですか。なんか変なんですよ。本当に合った、全部みんな、きっちりくらいや、まあ、微妙にずれてるから、そんな普通はならないんだけど。はいはいはい。ぴったり合わせた時になんかね頭の中プンと空白ができる。へえ、すごい気持ち悪いんですよ。443444っていう男もいましたけどねいましたけど、まこちゃんとやる時は444で、でもほらピアノが441だから、はいはいはい、だからまあそのピアノとやる時にはピアノに合わせますが。なるほどね。では行きますか。失礼しました、ね、いい、びっくりしたな今。
かけた人も思い出せない歌も青い海の彼方に繋がっている一人で闇の中でも いつまでも友達情景が浮かんできますね。素晴らしいですよね。これはいつ頃の歌になりましょうかね。若い頃ですね、作ったのは。それも西山さんといえば、そのトランザムとか、はい、あとブルース・パイルとかね、はい、いろいろやられててですね。まあ、ソロ活動が一番長い感じになりますかね。そうですね。途中でバンドやったり、なんか、まあ、最初の頃は、まあ、はい、キャバレーバンドでしたけど。はい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 。昔は、ね、そういうところバンドがね、入ってて、はい、僕も博多時代、結構ディスコで歌ったりとかもしてたことあったんですよ。あれで曲覚えるんですよね。もう一日だからもう、ね。一週間で3曲くらい新曲を覚えて。だから、うん、だから年間でね、100曲から150曲くらい増えていくんだよね。まあ、それが完全になものかどうかは分かんないから。はい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 。だからそういう時代ありましたよね。はい、昔は。それでバンドマン結構食べられたんだよね。2軒ぐらい掛け持ちしてたら。だから。だって、打ち立てたやつとかね、いっぱいいるもん。本当ですか。そうね。六本木の真ん中に店持っちゃったりね。ああ、そうですよね。だって、生活はチップでできるんだから。で、4軒掛け持ちして、早番掛け持ち、遅番掛け持ち。で、その当時でですよ。うん。すごいですよね。40年はなんない。まあ、40年くらい前かな。35年くらい前。そうですよね。その当時に、大体月収100万だったんだから。すごいよね。そうそう。結構その何軒か掛け持ちしたらね、それぐらい稼いでた人いましたよね。だって生活はチップでできるんだからね。そういう時代をね、桜君わかる？ちょっと世代が違う。若干若いんで。実はでもキャバで、高校生の時、なんだっけ、横浜の西口のハリウッドとかで、虎で入ったことあります。ああ、そうなんだ。17歳ぐらいの時。ああ、そういう、それこそ本当そのキャバレーだとか、ディスコとかでね、やってたよね。すごい面白い話あったよ、九州だから、結構そういう、ちょっとこっち関係の人たちがこう、睨み合ってたりする。乱闘が起きたりするから。そう。演奏中に乱闘があったことがあるの？演奏中に。というより、僕らの子供の頃はそういう場所もなかった。キャバレーバンド。あとはね、ダンパ。あ、ダンパね。ダンスパーティーでしょ？ダンスパーティーでやるんだけど、やっぱり地元のあれと、その、話があったとかなかったとかでね。もう、西武線の池、江古田。あそこの駅前でね、もう、本当日本と、これくらい日本と抜いて、やってたと、僕ら演奏してる最中に始まって、みんなザーッと降りてくから何かやると、下行ったらもう日本って走り回ってんの。そうそう、俺もね、一回あったんですよ、博多で、店で。それで、もう、鈍いパーンっていう音がしたら、キラーって光って。
でも、その、みんな楽器持って逃げましょうっていうね、最初の、最初からもそれ、言われるわけよ。だいたい用心棒が、こんな話でいいのかな。で、用心棒ついてて、元ボクサーとか、うん、その人たちが、まあ、守ってくれるんだけど、要するに、バンドマンは、自分の楽器持って、で、俺、歌じゃん。一番早いから逃げるの。ないからマイクは違う、ね、それがさ、うん、ああいう人たちってもう全然あのなんて筋力とかであれ鍛えてないじゃん、はい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 、もう本番一発みたいな、うん、だけどだからあの日本刀で受けられたらセット入ってるのにして、うん、ものすごい早いのビューッなんてあーなるほどね。絶対で反応やった。これなんかオリンピック出れるんじゃないかと思うくらい目に浮かぶな、なんかその条件が、うん、ああね、ありましたよね。こういうね話って今ないけど映画みたいよね。うん、そう映画みたいなね、本当にね、映画もそのもので、だからその米軍のその時まだ僕は博多の時はその基地があったんで、うん、やっぱ外国の方もお見えになるわけですよ、うん、お店にね。じゃあもう絶対さ CCR とかのリクエスト来るわけよ。もう割と要するに白人の方っていうのは割とカントリーとかそういうの好きじゃないですか。でそれやってなかったらさ、同じ曲を次の日もリクエストして来るわけ。でもしかとしたら待ってんだよ外で。ビール瓶みたいな腕下さ。で裏口から音出たりとかしてたことあったもん、うん、だからもうあれが足りなくてさ、うん、そこ払いが、はいはいはい、で若いのに「お前ちょっと持ってこい、これだけ持ってこい」とこうなってるから「うん、4万5千円ですか?」4万5千円ってのはいいよねちょっとこういうちょっとね、小指がねあれしてるラジオだと伝わりにくい、そう伝わりにくいですけどね、まあでもね、そういう経験をした方っていうのはなかなか今は少なくなってるよね。だから東京来て平和だと思いましたもん。あ、うん、ただその今に、思うと笑い話なんですけど、その当時はねもう嫌でしょうがなかったですね。もう危機感持ってないと何があるか分かんない。だからその、いつもピリピリしながら、いつね、でもうそのロックンロールと R&B 族がいるわけですよ。で、ロックンロール歌うと、そいつらがバーッと踊ってきて、で、R&B ばっかりしてたら、そのロックンロールのこう、いなり寿司みたいな頭した兄ちゃんが来て、ね、俺ボーカルだから俺に言い食うわけよ、いいに。そら、ロックンロールばかけて、ロックンロールばかけてって言うわけ。かけてって、いなりしポンと握ってさ、ガンガン蹴りながらさ、かけてじゃないよ、お前生身の人間だよ、みたいな。すごい。そういうのありましたよ。バンマスから頭を叩かれたわけね、俺。マイクで。そういうね、時代でしたけどもね。戦後間もない話みたいな。違うよ、でも。違います。いや、結構本当にありましたよね、西山さんはね。だから、昔、赤線、青線っていうのがあったのか、はい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 、で白線っていうのがあったんだよ。白線白線って何ですか。ででそれがね、僕もよく分かんないんだけど、うん、新宿の、うん、その横丁があって、はいはい、もうそこや燃えちゃったのかな、忘れたけど、はい、でそこのとこで外国人はあんまり珍しくなかったんだけど、はい、それでもそういうところに来るのは外国人ってのはあんまりいなかったの、はいはいはい、で 2,3 人で来てんのと、こっちで常連とか喧嘩になって、へ、うん、で初めはこうやって箸かなんかこうやって投げてんのが、そのうちに物がボボボボとで店壊れちゃったことあるの、ね、本当こう店壊すほど喧嘩するってすごいね。おお、うん、解体の時呼べばいいんだよね。そういうね時代を生きてきた西山哲夫さんですけどもですね、今日じゃあ僕リクエストなんか一曲歌いますか。風の中で立てでもいいですか。ミキさんのリクエストが、はい、まあ、来てましたけど、まあまあ、僕はまあまりぐちゃぐちゃやるのはないですから、じゃあ桜田さんと一緒にやりますか、はい、ね、
風の中で、さて、これはまあ父親の思い出の歌ですね。じゃあギターもうこれ借りますかね、マイク。ああ、そうか、そうか、すいません。こうやってね、4本のマイクセットしながら、ラジオのお聞きの皆さん、お分かりにくいと思いますけどもですね、4本しかね、マイクはないんですね。うん、それでこう、あっち、曲がるマイクとか曲がらないマイクとかありますけどもですね、じゃあ、ミキさんのリクエストにお答えしましょう。風の中で立て。出会いはいつでも。
駅はいつでも束の間に消えるもの、はい、博多の美紀さんのリクエストにお答えしました。風の中で盾をお届けしました、ということでですね、本日の、ゲスト西山哲夫さんですけどもですね、今後のなんかその展望っていうか、あのなんかございましょうか。うん、全然ないこれがいいですよね。あの本当ね、いつまでもね、お元気で、またいつかね、ご一緒できる、なんかライブやりましょうか。うん。あ、いつでも作りますよ。本当ですか？はい。ツアー。温泉ツアー。温泉。温泉ツアー。須賀川行きますか？二人でゴーンと。行きましょうか。須賀川もね、須賀川のぷかぷかも、西山さんの、元はといえばね、西山さんのご紹介だったんですよね。それでね、僕も行かせていただけるようになったんですけどもですね。久しぶりにやりますか。ねえ、須賀川ガーンと行きますか。ガーンと一緒に。今聞いてますよね。ほんで、ヒヤヒヤしてんじゃないかな。二人で来られたらどうなるんだ。そのシャープ5の、はい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 、ギターの彼も連れて行きますから。あの方すごいですよね。それで、あの人は、シャープ5の、はい、後の方じゃない。で、はいはい、昨日ね、僕シャープ5のギターの、ミネさん。はいはいはい、はい。ミネさんとお友達になった。そうなんですか。へぇ、大好きで、あのギター、昔から。素晴らしいですよね。ディック・ミネの息子さんなんですよね。そうだった。そうなんですか。ディック・ミネさん。の息子さんで。そうだったんですか。で、その時の井上宗隆とシャープ5って言ってたんですけど、井上宗隆さんっていうのはいとこなんですよ。あ、そうなんですか。そういう、ね、歴史があるんですね。知らなかった。最後にね、ちょっと、最後時間まで西山さんにちょっと締めていただこうと思うんですけども、はい、最後何か。一緒に、それを行きますか。はい、昔。はいはいはい。これは何？悲しき願い。悲しき願い。そうですか。はい、あれは、どんな感じでやられるんですか？ね、昔の感じじゃない。もう、これ、一本でも大丈夫だと思う。これね。いや、大丈夫ですよ。一応、オンエアの時に、そうオンエアの時に、あれなんですよね。きっと、僕はほら、もう10年もしてるから、僕に任せとかですか、西山さん。で、いきますか。はい。はい、よろしいですか。はい。Joy, this I do right.
comes to Chicago, we'll make a roll rim till I get my share. But that one thing I never needed to do, 'cause I love you. ありがとうございました。いえ、かっこいいですね、これね。悲しきね、こういうパターンできましたね。本日のゲスト、西山哲夫さんでした。皆さん、ライブスケジュールはですね、ブログないし、フェイスブックご覧になっていただきたいと思います。西山哲夫さん、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。それでですね、僕のスケジュール、かいつまで言っていきましょうかね。もう時間がないけども、1月15、何日ですか、27日、1月27日横須賀のね、楽屋っていうところですね。あ、横須賀中央駅すぐ近くですね、はい。あと2月の7日ここ2月9日ですね、はい。赤坂フラットンカンティーナ、お楽しみいただきたいと思います。はい。お相手は金谷義郎でした。松下としみです。はい、桜田たけしでした。はい。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に見る季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また生まれ変わるさ。祝う祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが